ブータン王国、通称ブータンは南アジアに位置する立憲君主制国家。北は中国、東西南はインドと国境を接する。国境は仏教。民族はチベット系8割、ネパール系2割。公用語はゾンカ語。首都はティンプー。国旗はその模様が複雑で、竜の鱗が細かく描かれている。国家はメコノプシスホリドゥラ。 国樹は糸杉、ぎ、国獣はターキン、国鳥は渡りガラス、国鳥はブータン絞り上げ派。長年鎖国政策をとっていたが、1971年に国際連合加盟。翌年に国民総合腐涼という交流主義を採用した。正式名称のラテン文字表記は CIA ワールドファクトブックによればドルックグヨークハップ。 ドルックユルという略称が使用されることが多い。チベット語の表記は、チベット文字では、ワイリー拡張方式ではブルーグユル、ドゥクユルと読む。公式の英語表記は、キングダム・オブ・ブータン。通称、ブータン。日本語の表記は、ブータン王国。通称、ブータン。漢字では、フタンと表記し、フと略す。この国名の起源については、様々な説がある。例えば、 サンスクリット語で高知を意味するブータン説がある。これはインドの側からの故障で、インドから見ればブータンは標高の高いところに位置していることによる。ブータンの人々は自国をドゥックユルと呼ぶ。これは13世紀以降、仏教の下牛派に属するドゥック派を国境としてきたので、自分たちをドゥクパ、自国をドゥクパの国と呼んでいる。ブータンの衛星写真インドとは東を アルナーチャル・プラデーシュ州と西をシッキム州と南を西ベンガル州とアッサム州で接しており、その国境線は 605km に達する。また、北の国境線 470km は中華人民共和国のチベット自治区と接している。中華人民共和国との国境の大部分はヒマラヤ山脈の上を走っており、国境線が確定していない部分が多く、 国境確定交渉が現在も進められている。ヒマラヤ山無薬南陸に位置し、ブータン最高峰は標高7561メートルガンカープンスム。国土は南部の標高100メートルから北部の標高7561メートルまで7400メートル以上の高低差がある。気候は標高3000メートル以上の北部ヒマラヤ山無薬の 高山、ツンドラ気候、標高線2 0 0メートルから3000メートルの中部のモンスーン気候、標高線2 0 0メートル未満の南部多来平原の亜熱帯性気候が並存する。摂生を禁じている宗教上の理由と資源保護の観点から川で魚を取ることを禁じており、食用の魚は川の下流にあたるインドからの輸入に頼っている。ブータン国内に鉄道は通っていない。 地方には悪路が多く、自動車事故は衝突事故よりも外貨への転落事故が多い。転落事故に関してはシートベルトを着用している方が救命率が低くなるという考えから、着用は法で強制されておらず、民間では着用を進めていない。ブータンの存覚存覚を4つの地方に分けた、バイ西部中部南部東部20の県に分かれている。 各県の県庁には基本的にゾーンがあり、生息療法の中心地として機能している。ゾーン核は、鈍閣と下クという行政単位によって構成されている。2002年時点で全国に16の鈍閣201の下クがある。1646年建設のパロダニのゾンブータンの地では13世紀前半、パジョド・ゴムシクポによって、チベット仏教のドゥク・カギュ派が伝えられ、 以後、同地に定着していった。ドゥク派では、カイチャンパ・ギャレイ以来、ギャシの血統に属する者が総本山、ラルンデラノザス職をはじめ教団の指導的地位を独占してきたが、16世紀末より、化身玉が同派内にも出現するようになった。第13代イザス、キンガ・ペンジョルの転生者とされるジャムヤンチェキタクパを、はじめとする化身玉の系譜は、代を重ねるにつれ、 ドーハ内で大きな勢力を持つようになった。第16代ザス、ミパムチェキギャルポは1606年、自身の孫ガワンナムゲルをドーハの有力なケシンラマ、ペマカルポの転生者と認定し、第17代のザスに据えようとした。ギャルワン、ズクチェーンをギャッシュの勢力に取り込もうという試みである。ペマカルポ自身はチョンギエ地方に生まれ変わると遺言しており、ドーハは テマカルボーの転生者として、ギャシのガワン・ナムゲルを政党とみなす一派と、チョンギエの領主家出身のパクサム・アンボーを政党とみなす一派とに分裂した。両派は、当時の中央チベットの覇者でシー・アンパ政権に、最低はオぎ、チョンギエ側に有利な裁定が下された。ガワン・ナムゲルは、総本山、ラルンデラを離れ、1616 16年、ギャシに、 忠実な勢力が優勢なチベット南部の門地方に移り自身の政権を樹立した。ドゥクパ政権は1634年のデシー・ザンパ政権からの攻撃、1714年のダライ・ラマ政権からの攻撃を跳ね返し、チベット本土からは自立した国家としての基礎が固められた。ドゥクパ教団は、ギャシを支持するロドゥクとギャルワン、 ドゥクチェーンを支持するチャンドゥクに分裂した。1772年、当時インドのクーチビハール王国に進出していたブータンはイギリスの援軍によって駆逐され、以来イギリスとの関係が始まる。この紛争はパンチェンラマの朝廷によって平和的に解決したが、その後もブータン人によるドゥアール地方への侵入がたびたび起こると、イギリスは特殊遺伝を派遣して、 交渉に当たらせた。イーデンは、ブータン側が強硬に主張する、ドゥアール地方の占有、またその他の要求をも飲んでやむを得ず条約の調印に応じたが、この報告に接した、英国インド総督が直ちにこの条約を破棄して、同地方の英国領兵合を宣言した。対するブータンは1864年に、イギリス中東軍を襲って敗退させたが、イギリスは、 さらに強力な軍隊を派遣して、これを破り、1865年にブータンへの補助金支払いと引き換えにドゥアール地方を手に入れた。その後1906年にイギリス人のブータ入国が正式に承認されると、1910年には先の新チュラ条約を改正して、補助金を年額10万ルピーに倍化すること、イギリスは、 ブータンの外交指導権を有するも、ブータンの内政には干渉しないこと、さらに、湿キム王国及びクーチビハール公国のマハラージャとの抗争は、イギリス政府の仲裁に託すことが、両国間に提約された。イギリスによる、この外交指導権買収は、英領インド保全のために、その東北方から他国の勢力を排除するのが目的で、当時その対象となっていた国は、 ブータンをチベットの属部と認識し、たびたびその総主権を主張していた新国と南下政策によって、チベットに影響を及ぼし始めていたロシア帝国であった。イギリス政府は、プナカ条約締結と同時に、北京中殺行使を通じて、ブータンが新国から独立した国家であること、また、ブータンに対する新国の勢力を、イギリスは容認しないことを正式に通知した。 イギリスによるブータンの外交権則幕は、イギリスから独立したインドによって引き継がれた。初代国王を右玄、ワンチュク従来ブータンの政治形態は、僧侶の代表者であるダルマラージャと、俗人の代表者であるデッパラージャによる二党体制であった。しかし1885年に内乱が勃発して、以来国内が安定しなかったことから、1907年、ダルマラージャを兼ねていた。 デパラージャが退き、代わって、東部トンサ軍の領主元ワンチュクが世襲の王位に、選ばれ、初代ブータン国王となった。ついで1926年にその子息ジグミワンチュクが、第二代国王となり、第三代国王ジグミドルジュワンチュクが1972年に、崩御すると、わずか16歳で即位したジグミシンゲワンチュクが長らく、第四代国王の座についた。 2005年に総選挙が実施されると、翌年12月に国王は上位し、ジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュクが、第五代国王に即位した。2008年7月18日には、初の成分憲法点が交付され、名実ともに、立憲君主国へと移行した。ブータンの国家者、ターキン国長は当たりガラス第五代国王ジグミ、ケサル・ナムゲル・ワンチュク自憲法が宗教会の長を、デジが、 政治、行政の長を務めるという著縁制度が、1907年に世襲王政が成立するまで約300年間維持された。1907年のワンチュク長成立以降、国王を中心とする絶対君主制だったが、近年の四大国王主導の政治改革により、議会制民主主義への移行準備を開始、大代わり後の2008年に憲法が交付され、 民選首相が選出されるなど立憲君主制に移行した。国会は国王不信任決議の権限を持ち、国王65歳定年制が採用されている。1953年に第三大国王により設置された国民議会と2008年新憲法により新設された国家評議会による両院制である。2008年7月の新憲法制定までは、 議席数約150の一員制国会であった。旧国民議会の議員は、一般選挙を経た、国民代表106名、仏教会代表10名、政府代表34名で構成され、任期は3年、再選、再任が認められていた。現在の国民議会は、普通選挙、単純小選挙区制により選出される47人の議員で構成される。 一方の国家評議会は国内20県から各県一人ずつ付箋で選出される20人と国王が任命する有識者5人の計25人で構成される。両院とも議員の任期は5年だが国民議会は解散の可能性もある。2007年12月31日と2008年1月29日に初の国家評議会選挙が実施され20人の 選挙議員が確定した。2008年3月24日には、初の国民議会選挙が実施され、ブータン調和党が45議席を獲得して圧勝し、第2党の国民民主党は2議席にとどまった。3月28日、国家評議会の任命議員5人が決定し、両院の構成が確定した。4月9日、d p t 党首ジグメティンレイが、 初代民選首相として選出された。2013年7月13日に国民議会選挙が実施され、野党の PDP が32議席を獲得して、与党の DPT を破り、政権を奪取した。7月19日に PDP 党首ツリン・トブゲが第二代首相として選出された。1629年行政の中心となる最初のゾーンがシムトカゾーンであった。 1968年から採用された小制度により、2005年現在、農務省、保健省、教育省、通信情報省、建設省、財務省、内務省、貿易産業省、エネルギー水資源省、外務省の重症がある。1964年の首相暗殺以来、首相職は再設置されていなかったが、1998年に、 大臣が輪番制で内閣の議長を務める形式の閣僚評議会議長職が設置された。2008年の新憲法制定に伴い、立法と行政の関係では議員内閣制が導入され、会員に相当する国民議会で多数を獲得した政党の党首が首相となる。2008年3月24日の国民議会選挙の結果、 第一党となった DPT の党首ジグメティンレ・レイが同年4月9日に初の民選首相に任命された。その他にかつては法律諮問委員会が独立機関として存在した。国家の重要事項について国王と閣僚を会議に必要な助言を行い、法律や議決が政府と国民によって忠実に実行されているかを確認する役割をになった。 会議は9名の諮問委員から構成され、内訳は国民代表6名、仏教会代表2名、国王指名1名となっており、任期は5年であった。しかし、王立諮問委員会は2007年にその役目を終えて廃止されている。地方自治組織として、新憲法制定以前は、存格発展委員会、下屋発展委員会などを通じて、 国民の意見を国政に吸収するシステムが採用されていた。存核発展委員会は県知事、国会議員、軍長、村長で構成され、下屋発展委員会は国会議員、村長、集落責任者、地域住民で構成される。2008年の新憲法制定に伴い、発展委員会は地方議会へと改祖された。志願制の陸軍であり、 総兵力は約1万人。軍事費が GDP に占める割合は約2%程度で約1700万ドル。陸軍の装備品は迫撃砲や分隊支援火器等の消火器のみである。砲兵戦力及び機構戦力は有さず、装甲兵員輸送車も一部の部隊に若干数が配備されるにどまる。消火器は84ミリ迫撃砲。 AK-101、AK FN フェル、H&KG-3、FN ブローニングハイパワーの装備が確認されている。内陸国ゆえに、海軍は存在せず、大きな河川もないため河川軍も編成していない。空軍も存在せず、防空は、インド軍に一任している。ブータン軍が保有している、航空機は、ヘリコプターミ8と固定翼機のドルニエ228のみである。また、 世界軍事力ランキングではブータンは最下位となっている。国内にインドの軍事顧問団と陸軍部隊が1000から1500人駐留している。また、インド政府はブータン軍人のインド留学を随時受け入れている。2003年、ブータン軍はアッサム独立運動に参加するインド系ゲリラ集団3000名と交戦。インド軍と連携し、ブータン軍の 大元帥である第四代国王を自ら前線で指揮を取り国内の拠点をほぼ壊滅させている。非同盟中立政策を取り国際連合安全保障理事会常任理事国のいずれとも外交関係を持っていない。2016年の時点で52カ国、そして欧州連合との間に外交関係を有している。いきなり外交関係に注力し、 南アジア地域協力連合の原価名国であり、アジア協力対話や多面的技術経済協力のためのベンガル湾構想に参加している。1971年には国際連合に加盟している。2016年時点において国交は樹立していないが、事実上の領事館が香港とマカオにある。1971年にアルバニア決議に賛成しているように一つの、 中国政策の支持を明言しており、中華民国とも国交を持っていない。1974年には中国政府の代表がジグミシンゲワンチュク国王の戴冠式に出席した。1984年から定期的な協議を行い、ブータンの外務大臣も中国をたびたび訪問しており、1998年に中国とブータンは、 国境地帯の平和安定維持協定を締結している。北部から西部にかけてのガサティンプーパロ派の4県で中華人民共和国と接し、対場の軽装地がある。ドクラム高原は紛争地の最南端に位置する。1990年代以降、中国が軽装地の内部に道路、基地の建設を進めるなどの形で紛争が顕在化。2000年代に入り、 ブータン領域内において中国が道路建設を行い軍を呼び民間人の越境行為が行われたことからブータン政府が抗議を行っている中国の越境行為は東中夏つくさの最終がその一因とみられているブータン政府は協定の遵守を求め折衝を行っているなお2014年9月時点での中国との関係について首相のゼェリン・トブゲは NHK の取材に対し、両国関係は友好的であり、両好との見解を示している。また、国境確定作業が進行中であることも明らかにした。2017年6月28日、ブータンの中インド大使ナムギャルは、中国人民解放軍が最近、ドクラムにあるブータン陸軍の兵舎に向かう道路の建設を始めた、として中国側に抗議した。 英領インドとの条約に内政は不干渉外交には助言を与えるという文言が存在し1949年のインドブータン条約にその文言が継承され多額の補助金がブータンに付与されていたためインドの保護国的な印象を受けるしかし公的には1907年をもって国家成立としているまた2007年3月の条約改定で 外交への助言についての文言が、相互協力関係の維持及び拡大を謳うものに差し替えられるなど、現状に合わせた新たな規定が定められた。ブータンとインドは、相互の国民がお互いの国を観光するときに、ビザ等を必要なく身分証明書のみでよい。また、ブータン国民がインド国内で就労する際に法的規制はない。北部が、 中国の領土にされる前のブータン。北部が北側に出ている。2006年より前の国境北部が中国の領土にされた後のブータン。2006年の新国境線国土面積は従来約46,500平方キロメートルであったが2006年に発表した新国境線では 北部の多くが中国領と主張されているため、約38,400平方キロメートルにまで減少した。国境線をめぐる問題が長期化している。首都ティンプーの街並み IMF の統計によると、ブータンの2013年の GDP は19億8,500万ドルであり、日本の人口6万人程度の市町村に相当する経済規模である。 同年の一人当たりの GDP は2665ドルであり、世界平均と比較すると大幅に低い水準である。2011年にアジア開発銀行が公表した資料によると、1日2ドル未満で、クラス貧困層は17万人と推定されており、国民のおよそ25%を占めている。国際連合による基準に基づき、後発開発途上国に分類されている。 主要産業は GDP の約35%を占める農業だが、最大の輸出商品は電力である。国土がヒマラヤの斜面にあることを活かし、豊富な水力による発電を行い、インドに電力を売却することにより、外貨を得ている。輸出品は電力、軽素鉄、非鉄金属、金属製品、セメントなどで、輸入品は高速ディーゼル、ポリマー、石油、 米など。2007年統計では、貿易総額は輸出入合わせて約10億ドルで、貿易収支は若干黒字。なお、2007年の一人当たり GNI は1800ドル、経済成長率は19%であった。観光業は有望だが、文化、自然保護の観点から、ハイエンドに特化した観光政策を進めており、 オーシーズンズなどの高級ホテルの誘致に成功した。外国人観光客の入国は制限されており、バックパッカーとしての入国は原則として不可能。必ず旅行会社を通し、旅行代金として入国1日につき200米ドル以上を前払いし、ガイドが同行する必要がある。ただし、治安の悪い南部地域への渡航制限を除き、自由旅行が禁止されているわけではない。 ブータン政府は1961年以降は5年ごとの開発計画に基づく社会経済開発を実施している。2002年7月からは新たに第9次5カ年計画が開始されている。国内経済では農業が GDP の約36%、就労人口の約9割を占める最大の産業であり、対外経済では貿易をはじめインドとの関係が 圧倒的に高い割合を占める。1972年代にワンチュク国王が提唱した国民総幸福量の概念に基づき世界一幸せな国ブータンとして特に GDP、GNP 増加を主眼としている先進国から注目されている。日本も経済援助などを通じブータンの GNH 発言と実現に貢献をしている。昨今、 日本においても GNH に関するシンポジウムが行われるなど、その最先端の概念の理解と導入への取り組みが見られる。ただし、GNH 達成は未だ目標の段階にとどまっており、2010年の調査で示された平均幸福度は6.1と日本の6.6を下回っている。色と面積で示したブータンの輸出品目ブータン経済において農業は、 非常に重要な機関産業である。1990年時点では、労働人口の9割が自給的な農業、もしくは放牧業に従事していた。これらの農民の多くは、国民経済計算の対象となる、貨幣経済に属していなかったため、ブータン経済は実態よりも小さく見える。国内総生産においても、農業部門が43%を占めていた。 低減である、わずかな低地部では、米が国土の50%を超える、山岳部では、果樹などが栽培されている。ブータン農業は、自家消費が目的であり、自給率はほぼ100%だった。例外は、輸出が可能な果樹、原木である。ブータン農業の問題点は、生産能力が向上しないことにある。人口が増え続けているにもかかわらず、 労働人口に占める農業従事者の割合は高い数値で横ばいに推移しており農民の数は増え続けている。一方、厳しい地形に阻まれて農地の拡大は望めない。小規模な農地が大半を占めるため土地生産性も改善されない。このため、1986年1987年時点と 2003年2005年時点を比較すると農民が倍化しているにもかかわらず生産量がかえって微減している。具体的には1986年時点の国土に占める農地の比率が2.2%、牧草地4.6%、森林70.1%だったものが2003年に至ると同2.7%、同8.8%、 同68.0%に変化している。農地は約2割拡大した。ここで生産量が1万トンを超える農産物を比較するととなっており、主食の米が半減している。2003年時点ではブータンの輸入品目に占める穀物の割合は7.6%に達した。この傾向は牧畜業にも及び主力の牛は 同じ期間に51万頭から37万頭に減少している。失業率は4%。トゥクパはガロン、ブムタンパ、ザンナの3つに分けられる。南部帝地地帯にはネパール系ローザンパが居住している。その他、北部や南部には独自の文化を持つ少数民族の存在が確認されている。ブータンの言語文布公式には、 チベット語系のゾンカ語が公用語であるほか、ネパール語と英語も広く使われている。その他、ザンラカ語、シッキム語、ザラ語、リンブー語、ケン語バンタワ語等が話されている。1949年までの長い間イギリスの保護国であったことから、政府の公式な文書などは英語で書かれるため、英語は順公用語的な地位にある。また、 1980年代半ばにほぼすべての教育機関で英語が教授言語となった。ゾンカ語は国語という科目名で教えられている。これは英語を教授言語とすることで国際的に通用する国民になることを目指すことが理由ではない。ブータン人教員の不足のために隣国インドから英語を話す教員を大量に雇い入れた。また、ゾンカ語は 国語として制定されたのが比較的最近であり3割程度の国民にしか理解されない。長年口語として使われてきたものの文語としては使われてこなかったために表記法等の整備が遅れていることや仏教関係以外の語彙に乏しくさらに教材などの点で圧倒的に不足しており教授言語にはなり得ないという実情がある。現在でもブータンの学校では インド人をはじめとする多くの外国人教員が教鞭をとっている。最大の新聞であるクエンセルは英語、ゾーン化語、ネパール語で発行されているが、高読者が最も多いのは英語版である。しかし、教授言語が英語でなくヒンディー語やネパール語であった中年以上の世代にはあまり通じない。英語教育を受けた世代には国語である。 ゾンカゴは話せても読み書きできないものもいるなどの問題も起きている。従って近年では伝統文化を守るためにゾンカゴ教育が強化されており国語以外の教科でもゾンカゴで教育が行われるようになった。今後ゾンカゴの教授言語としての整備と合わせ順次ゾンカゴでの教育の割合を増やし共通語として確立させていく予定である。ブータンでは 英語も含めると20以上の言語が話されている。英語、ネパール語を除いたすべての言語は、チベットビルマ語系の言語である。地方の少数民族を中心に、存過語を話せない人も多く、ブータンで最も通用性が高いのは、ヒンディー語や、それに類するネパール語である。これは、近代教育初期の教授言語が、ヒンディー語で、インド製語楽映画や、 テレビ番組が浸透しているためである。2006年の統計上は、ゾンカゴア社は全人口の25%、ネパール語話社は40%である。80年代まで政府は、南ブータンの学校でのネパール語教育に助成金を、教室していたが、ゲリラ勢力の台頭以降、教授科目から外れることとなった。国内の言語分布は、西部はゾンカゴ、東部はザンラカゴ、 南部はネパール語が主要言語となっている。三つの宗教集団に対別される。ブータンのパスポートを提示するベルダンギ難民キャンプの人々1958年の国籍法を下敷きにして1985年に公民権法が制定されたが、その際、定住歴の浅い住民に対する国籍付与条件が厳しくなり、国籍を実質的に剥奪された住民が特に 南部在住のネパール系住民の間に発生した。そもそも、ブータン政府は彼らを不法滞在者と認識しており、これは、シッキムのような事態を避けたいと考えていたための措置だったと言われる。その一方で、ブータンの国家的アイデンティティを模索していた政府は、1989年、ブータン北部の伝統と文化に基づく国家統合政策を施行し、 チベット系住民の民族衣装着用の強制、存過後の国語化、伝統的礼儀作法の遵守などが実施された。1988年以降、ネパール系住民の多いブータン南部において、上記、国家統合政策に反対する大規模なデモが繰り広げられた。この件を政府に報告し、ネパール系住民への対応を進言した、王立諮問委員会のテクナトリサルは、 反政府活動に関与しているとみなされ追放される。この際にデモを弾圧するため、ネパール系住民への取り締まりが強化され、取り締まりに再始拷問など人権侵害行為があったと主張される。一方、過激化したネパール系住民によるチベット系住民への暴力も報告されている。混乱から逃れるため、ネパール系住民の国外脱出が始まった。後に、 拷問などの人権侵害は減ったとされる。国王は国外への脱出を行わないように呼びかけ現地を訪問したが難民の数は一向に減らなかった。この一例の事件を南部問題と呼ぶ。後にネパール政府などの要請によりブータンからの難民問題を国連で取り扱うに至り、ブータンとネパールを含む難民の流出先国。 国連により話し合いが続けられていたが、2008年3月、難民がブータンへの帰国を拒んだため、欧米諸国が難民受け入れを表明し、逐次移住が始まる予定である。ブータンにおいては、死は家の名ではなく個人それぞれに名付けられる。婚姻によって改正することもなく、夫婦別姓。ブータンのミュージックパレードブータンは、気候、植生が日本とよく似ている上に、 仏教文化の背景も持ち合わせており、日本人の教習を誘う場合も多い。これは、モンスーン気候に代表される、商用樹林地帯に属しているためで、一体では類似の文化的特徴を見出すことができる。食文化においては、ブータンの主食は米。唐辛子の常食と乳製品の多様という独自の面を有しつつ、ブータンで広く食される赤米タル ブータン赤米を中心に、パロベー、蓋の栽培、リビッパ、酒文化などの日本人の金銭に触れる習慣も多い。また、伝統工芸においては、漆器や織物などの類似点もある。習俗の面では、ブータン東部では最近まで残っていた、余いつまどい痕や、歌書きなどが、比較的注目される点であろう。ブータンの男性の民族衣装、は、 日本の単純や土寺に形状が類似していることから、五服との関連を指摘する俗説もあるが、五の起源は中央アジアとされており、日本の五服とは起源が異なる。男性の民族衣装がチベット系統であるのに対して、女性の民族衣装、キラは巻き衣の形式をとり、インドアッサム色が濃い。北から流入したチベット系文化と元来存在した。 商用樹林文化が混在していると言える。伝統的な競技としては、国技の休日が代表的である。子供は、ダーツのような、来る、石投げなどで遊ぶ。武器の扱えない僧侶は石投げに興じることが多いが、近年では勢族問わず、サッカー人気も高い。特に、サッカーや格闘技は、ケーブルテレビの普及以降、爆発的に人気を獲得した。 近代化の進む中、チベット仏教は現在でも深くブータンの生活に根差している。ブータン歴の10日に各地で行われる絶中という祭りは今でも交際の場として機能している。その他、宗教的意装が身近なところにあふれ、断根信仰も一般的である。宗教観や古い身分制度に基づく伝統的礼儀作法は厳格で国家公務員の研修や 学校教育に取り入れられている。公的な場所に出るときは清掃が義務付けられる。ブータンの大学は、タシガン県にある王立ブータン大学が唯一の大学である。このかセチュなど、各存各独自の祝祭日がある。また、ティンプーでは、初雪の日は休日になるという慣例がある。ブータンでは1792年からタバコを取り締まる、法律が存在した。 理由は国民の大半が信仰する仏教上のものである。1999年までは TB も禁止されていた。2004年12月より環境保護及び仏教協議的な背景から世界初の禁煙国家となり、タバコの販売、製造、流通が禁止された。しかし、200%の関税が課されるが国外からの一定量の輸入は許されたため、 隣国インドからの輸入で闇市場が繁盛した。2020年のパンデミックで政府がインドとの国境を封鎖したため闇価格は4倍に跳ね上がった。その折、インドと往来していた行商人が新型コロナウイルスで陽性を示した。そのため、ロテツェリン首相は密輸品への需要を減らすための一時的な措置として、また、 自宅待機中のヘビースモーカーからタバコを取り上げることによって家庭内の緊張が高まることを防ぐためタバコの販売を解禁しロックダウン中の生活必需品に加えられた。ありがとうございます。